アイルンドバです、2月の1日火曜日、時刻は16時30分過ぎです。お、宅建の子来てる。今日2月1日はね、あれですね、中国のね、中国の正月ですね、春節ですね、春節か。昨日の夜はね、一番遅い花火がね、午前2時半になりましたね、ものすごいでかいのが。でしかもね、結構な数上がりましたね。まあね、こんな感じでね、中国人はどこ行ってもね、自分たちの文化をね、固く、守り続ける、まあ、だからね、なかなかね、受け入れてもらえないんじゃないかとも思うんですけどね、まあ、彼らのね、その辺のたくましさっていうのはね、我々日本人もね、見習うべきところではないかなともね、ちょっと思います。まあ、中国人もね、ものすごいね、数がいるんで、いろんな人がいますよね。前にもね、言ったかもしれないですけど、僕は、まあ、中国って言ってもね、もう雲南省しか知らないんですけど、雲南省なんかはね、もう東南アジアの延長なんで、だからラオスで過ごしてるのとね、あんま変わんない感覚でね、僕は暮らせましたね。まあ、若干ね、周りの人間のね、声がでかいのはね、雲南省、どいなかの雲南省でもね、声がでかかったっすね。態度もでかいっすね。声もでかいし、態度もでかい。まあ、だけどね、意外とね、話してみるとね、気のいいね、まあ、なんていうんですかね、これちょっと言い方悪いですけどね、気のいい田舎者ですね。現地の言葉ね、中国語を僕もね、ちょっと喋るようになってから一回ね、中国はね、大嫌いになりました。なんでかって言ったらね、周りの中国人がね、何話してるかっていうのがね、理解できるようになったからですね。だけどその後にね、まあしゃあねえかっていう風なね、気持ちに気分を切り替えることができたんで、だからね、まあ、2年近く長居できたんだと思うんですけどね。なんか一説によるとね、旅行者はね、中国派かインド派に分かれるって言いますよね。で、中国を許容できる旅行者はインドに行くともう死ぬほど辛いらしいですね。で、逆にね、インド好きのね、旅行者はね、中国に来るとね、やっぱりね、もう死ぬほど辛いらしいですね。もう二度と来るか、こんなとこっていうね、そんな気持ちになるらしいです。で、確かにね、僕インドにはね、行ったことないですね。なんだろう、まあ、タイにもね、マレーにも
あとインドネシアにもねインド人街ありますね。でそこ行くとねやっぱインド人ってね割と人と人の距離近いじゃないですか。あと触ってきますね。あれ僕嫌いなんですよね。ダメなんです。近すぎるとか、触んじゃねえとかっていう風になっちゃうんで。で何年か前にね今年どこ遊び行こうかねなんていうパートナーと話してて、あインドって僕は言ったんですね。でそしたら2、3週間のねつもりの旅行だったんですけどね、あんたがねインド行ったらねもう間違いなくね不機嫌になるのはね目に見えてるから、2、3週間もね不機嫌なあんたとね一緒にね旅行するのは私は嫌だっていうふうに、ね、言われました。まあそうだろうなと僕もね思ったんですけどね、その人の距離の近さとベタベタ触ってくる気色の悪いフレンドリーさ、あれねタイ、マレー、インドネシアのねインド人街でもそうなんだから、本国行ったらね、まあ、よっぽどなんだろうなと思ってね、あまあそうだろうなと思って納得しました。でそれでね、パートナーもね行ったことがなくて、僕も当然行ったことがないね、ネパールにね遊びに行きましたね。でネパール例えばねインド組、インドが好きでねインドずっとね長いしてる人間とかもビザランでねネパールに抜けることがあるっていう話はね旅行者の時代からよく聞いてたんですけど、でインドに長居してる人間がネパールに行くともう癒されるっていうらしいですね。言ってたんですよ。本当にねインドと比べるとねネパール人はネパーリは穏やかだし鬱陶しくないし、あそこは天国ですよと。でカトマンにもポカラにも有名なジャパ飯屋があったんですね。であそこでジャパ飯食うと本当にインドで何食ってもカレーの味しかしないのに、ちゃんとねベラボにうめえ和食が食えるから最高っす、天国っすよっていうねネパール天国論をね散々パラ聞かされてたんで、それで、ね、大いに期待して行ったんですけども、そういう僕に言わせりゃね人の距離はやっぱ近いし触ってくるんですよね。でやっぱ近いんだよとか触んじゃねえとかって結構ねキレッキレのね、ネパール旅行でしたね。逆にね中国人はねそんな距離ベタベタに詰めてこないしね、マシは触ってこないしね、外国人がなんかね買いに行こうとしたらね「めいよ!」とかって「こっち来んな!」って言ってくれますからね、そっちの方がね僕はね向いてるのかもしれないですね。あそうだ、新年コアイラーさあ、ツイッター今日は何本のもう